はい、元木チャンネルであります。見ての通り、帯広の森室内スピードスケート場の前に来ております。今日は、西暦では2023年10月29日かな。今、朝の7時46分です。8時半過ぎぐらいから、フードバレーマラソンの関係で道路封鎖されるんで、その前に来ました。今回のお題は、あなたの好きなスピード選手はかな。ですけど、ちょっと見えるかな。ここん東西、老若男女スピード、あなたの好きなスピード選手はですね、YouTube はアメリカの会社なんで、キーワードを前の方に持っていった方がいいんで、あなたの好きなスピード選手はかな、タイトルは。古今東西老若男女を私がうまく発音できないのがミソです。来月の10、11、12にワールドカップのスピードスケートの大会がありまして、年末12月26、7、8ぐらいに全日本のスピードスケートの大会があるんで、その時に引退したスピードスケートの選手に声をかけたいと思います。あなたの好きなスピード選手はですね、海外の現役選手も何人か声かけたいんですけど、それは分かりません。現役の選手に声かけたからと ISU から選手に声かけちゃいかんべやとかいう、非難の通知は来ないと思います。で、今回の好きなスピード選手はの動画のネタですが、サブ2さんというチャンネルがありまして、陸上系の3人組ですね。この3年ほどは新作が更新されてないんですけど、サブスーさんが好きな陸上選手はというのを動画出してたんで、それの動画の真似かな、ネタを拝借しました。で、それ動画のネタ使うかもしれませんは、サブスーさんにはコメントにしてるんですけど、まあ、サブスーさんは了解してますね。某刑事さんには声かけまして、この前のここのスピードスケートの大会で某刑事さんには声かけまして、まあ、いきなり答えてくださいはあれなんで、一応考えておいてくださいということで快諾、はい、してもらいました。ちなみに某牧さんには、はい、好きなスピードスケート選手はというのを企画やってるんですけどとお話したら、好きなスピードスケート選手いませんとか言われて、あらららららと思って、まあ、一応考えてくださいとは言いましたが、多分某牧さんには声かけないかと思います。引退した選手、まあ、今の指導者もですけど、まあ、はい、清水さんとか高木さんとか、菊池さんとか、ここに来てくれれば声かけたいと思います。清水さんは今札幌で仕事してるみたいですね。サブスーさん、3人組の陸上系のチャンネルなんですけど、やっぱりチャンネル登録者1000名超えてから更新が途絶えまして、やっぱり3人組でやると収益が発生するといろいろ揉めるのかなと私の勝手な推測です。帯広十勝で言えばエキロランさんとか、あ、スリーラフさんか、スリーラフさんは人気チャンネルだったんですけど、やっぱりチャンネル登録者1000名超えて、収益が発生すると多分、はい、それで揉めるのかなと思います。編集が時間かかるんですね。それで、はい、3人組はなかなか1000人超えて成功したら更新が止まる場合があるかなと思います。ということで、なんか合わせた、新得で活躍しているあの3人組さんは非常にすごいかなと思います。それでは、中で職員さんいるみたいで愛してもらえたら嫌なんで、この辺で終わりたいと思います。もし追加があれば、はい、テレビがない我が家で追加したいと思います。それでは、道路が規制になる前に、ここを立ち去りたいと思います。もうすぐ8時ですね。8時30分ぐらいから、マラソン大会のため道路を塞がれるので、ここでおいとまいたします。今回はあなたの好きなスピード選手はのパート0かな、オーストリアの作曲家にブルックナーという方がいるんですけど、交響曲大レバンというのを出してるんで、
関心がある方は、はい、概要欄ご参考ください。それでは失礼します。はい、明治北海道十勝オバル、追加ですね。はい、追加になります。南座賢治さんのバッジ、ブルーリボンバッジ、拉致被害者奪還のシンボルバッジ、ブラウンリボンバッジ、北方領土奪還のシンボルバッジ、私の本籍地は国後島の国後郡竜別村ラスクマン別域です。私の好きなスピード選手、スピードスケート選手はいるんですけど、はい、今回はちょっと秘密ということにします。私の嫌いなスピード選手ですね、橋本聖子さん。拉致問題で拉致被害者で一番有名なのは横田めぐみさんなんですけど、橋本聖子さんは、まあ、今政治家なんですけど、橋本聖子さんは横田めぐみさんと生年月日が全く一緒なんですけど、それ多分意識的に隠蔽してるんですよね。公表しません。それで嫌いですね。それじゃあ面白くない。私が一番何ちゅうかな関心持っているスピード選手は、堀川桃子さんですね。非常に飛ぶ鳥を勢いの堀川桃子さん、ワールドカップは今回のビロ大会は4種目申し込んでるみたいなんで、よければ4種目とも表彰、まずスタートチームパシュートは優勝してもらいたいですね。では、はい、今回は引退したスピードスケート選手に対する通知の動画なんですけど、もし私はこの方が、はい、スピード選手では好きですとか、高木菜那ちゃんが好きですとか、いる方があれば、ぜひコメントください。はい。